こんにちは、しまなみ、みよりです。いつも見ていただき、ありがとうございます。里山スタジアムで行われるロックフェスタについてお送りします。たくさんの人がお集まりですね。FC 今治のサポーターの方々ですか？そうなんですよ。FC 今治のサポーターが集まって、ロックフェスタが行われます。皆さん、手袋にバケツを持っておられますが、これがロックフェスタですか？そうなんですよ。里山スタジアムの新名物、ロックフェスタが始まります。今治ブギウギ、里山スタジアム、ロックフェスタ好き好きワクワク、今治ブギウギ里山。皆さん、一斉に石拾いをされていますね。ロックフェスタって石拾い。そうなんですよ。里山スタジアムのゴール裏やバックスタジアム後ろの清掃、石拾いをして雑草を抜いて植物を植えるエリアを耕していく、自前の里山スタジアムだからこそできる素敵なイベントなんですよ。本当に素晴らしいですね。里山スタジアムがまるで皆さんの庭のようですね。どうですか、根っこ頑固ですか？うん、石がね、埋まっとる。石が結構埋まってるんで。スコップ持ってきたらよかった。宝石はないですね。宝石出てきたらね。珍しい石はありますか？まだ見つからないです。このバケツカプカじゃないですか？はい。新品、あ、それもそうだ。かっこいい。どうですか、石多いですか？そうですね、でもなんかどれくらいの石を拾っていいのか今一つ。でもこのロックフェスタって名前は面白いですよね。そうですよ ね、 ね、僕はね、キジロックとかロックバンドしか知らない。これ今に名物になりますね。とても名物、毎年、ね、どうですか？こんにちはやろ。こんにちはやろ。発表する？はい、言うて。いや、違う。もう開けました。もう開けました。出席番号16番言うてなかった？大取る。ね。16番。はい。頑張ってる。バックスタンド裏に広がる今治市街地や景色が綺麗ですね。そうなんですよ。里山スタジアムはまだ完成途中なんですが、こうして FC 今治サポーターや市民が交流してできることをしていきます。さっき石重かった？なんか重たい。イヤホン。これのあれですか？あのレモンを植える穴です。あ、そうです、そうですね。レモンを植える穴です。あ、ね、ちょっと待って、なかなかですよね。これ島レモンがですよね。島レモンなんですかね。あの島並みのほら、あ、そうか、すごいレモン、美味しいやつ。うん、いいですね。ここでレモンがたくさんある。なんか3年後に、はい、じゃあ3年後まで頑張って、はい、やっと。今日だいぶ掘れました。入りたい。この花には入る。なんか誰かが埋まるかもしれない。あ、そうですね、これ誰か。
よいしょ。じゃあ大きい石を上げよう。穴塞がるよ。なんで。これよ。よいしょ。この足頑張った足を取った。たくさんありますね。ありますね。いいね。いや、頑張ってらっしゃいます。はい、石は硬いです。石は硬い。体も硬いけど、インタビューに答えないからね。体も硬いけども、あ、僕ですか。ロックだぜ。よーって。ね、ほんとすごいね。すごいでっかいの。これ大変だね。大丈夫、取れる。お、取れる取れる。やった。うわ、やった。取ったね。すごい、はい、いいね。それバケツがまたかっこいい。ご安全にという。よく見たらこのベルトも可愛いじゃん、これ。全国にサッカースタジアムはたくさんありますが、こんな活動をされているスタジアムはそうそうないでしょうね。四国88カ所霊場巡りのお接待のおもてなしの心を見るようです。この右側のエリアにはひまわりが植えられるそうですね。本当に里山スタジアムで行われるロックフェスタは、心の交流だけでなく、冬の間に硬くなった体を保温してくれる健康的なイベントですね。里山スタジアムには開幕を待つ綺麗な花が咲いています。里山スタジアムで FC 今治を応援していきましょう。ドッグランの可愛いワンちゃんを見ながら終わります。最後まで見ていただきありがとうございます。しまなみ日和のチャンネル登録もよろしくお願いします。いい顔してるね。こんにちは。もこもこのここが